はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ、ということで現在やってきておりますシンガポールツアー後半戦に差し掛かりました。まずは前半戦のルイージカップですね、結果発表の方を見ていきましょう。どうだ。まあね、なかなかのひどさですね。リーグダウン、何がきついって、このノコノコを手に入れられなかったのがきついですよね。でこういう順位報酬があるときは今まで逃さなかったので、いや、しかしね、レベルの高い争いを上位はしておりました。悪あがきしなくてよかったかなっていう気持ちも非常にあります、個人的には。やっぱり諦めも肝心かなっていうところがあったんでね、今週、まあ先週今週はね、ちょっときついかなと思ってる部分もあるので、まあ、来たるべき時のためにですね、ちょっと耐えるっていうのも一つ必要かなというふうに思っております。コース別の点数としてはこんな感じ。多少悪いイージピンボールでね、2000点3000点伸ばせる可能性あるかなと思って探ってみたところはあるんですけども、5万飛んで200点とかはね、あと2回ぐらいその後粘ってみて出せたんですけども、なかなか点数をさらに更新することはできなくてですね、まあ、シンガポールスプラッシュの環境の厳しさ、が一番響いたかなというふうに思うんですけども、まあ先週の反省はここまでにして、今週に希望を持ってここからはやっていきたいと思います。さあ、ではまずはですね、お知らせ画面にやってきたんですけども、先週3日ほど前からやってきているですね、この新ガチャですね、土管の中身が50個からスタートのポリン土管というのがね、やってきておりましてですね、まあまあなかなか素敵なラインナップではあるんですけども、結構確率も良くてですね、しっかり早く画面が変わってもらって、はい、50分の6ウルトラレアが入っておりまして、でピックアップはシャイニーパラソルだけなんですけども、ウルトラレアもですね、ほぼピックアップみたいなもので出るものが限られている、特にキャラ、ポリーンパーティーバージョンはコインボックスキャラになっておりますので、初期の段階で 1.3333% の、ポリーンパーティーバージョン、今回後半戦ではですね、最、適正のキャラでもやってきておりますので、狙いたい方はですね、今からでも遅くないので、ぜひ引いてみていただければというふうに思います。続いていきましょう。後半戦のガチャですね、土管第2弾はウルトラレアの出現率が 12%、 こちらも同じですね、ウルトラレアの確率が高めのルイージピックアップのガチャと、なっております。ペイントルイージはラッキーセブン、まあこれは持っておいて損がないキャラかなというふうに思います。ビルダールイージはまあ正直外れかなというところ。最後、はい、クラシックルイージの方も、ラッキーセブンというところですから、12% のウルトラレアの確率、そしてさらに、マシーン、こんなマシーンが来てるよ、こんなグライダーが来てるよというところを見た上でですね、を引きたいって思った方はですね、引いてみるのも、決して悪くはないんじゃないのかなと。やっぱりウルトラレアの確率が高いガチャっていうのは、引く価値っていうのはドンと上がりますのでね、まあおすすめのガチャの一つかなというふうに思います。はい、今週のリーグショップを確認しに来ました。まずは黒ヨッシーですね、まあ、これはね、今回ピックアップでおそらく来てると思いますので、持っていて損はないかなというところですね。サンセット荒野かで黒ヨッシーは、最適性で来るイメージがありますね。はい、こちらサバイバルブギーも同じくかな、サンセット荒野で最適性で来るイメージがありますけども、サンセット荒野ありますね、これですね、はいはい、来ておりますので、強化して、使うのも全然悪くないかなと思います。こちらもサンセット荒野ですね、骨クッパバンガサ、これいいっすね。レベル7にしちゃおっかな、一気に6と5分の4まで来てますからね。まあこの3つは全てサンセット荒野で点数を出すためのセットになってるかなというところ。個人的にはリーグショップで今回はウルトラレアのレベルアップチケットは来てないよという状況になりました。さあ、ではまずは VS 巨大ロイということで、1位になった。危ねえ、めっちゃ危なかった。オールクリア土管行きましょう。はい、オールカップクリアおめでとうということですね。いや、今本当にこのレースで1位になれるのかなと不安になりながら喋り始めたんですけども、なんとか最後にロイをね、緑コーラで倒して1位になることができました。よかった。いやー、びっくりした。コーラ厚さ回数224回、達成したチャレンジ数29、普通のこと。あー、コイン数とかいらないの、もうちょっとなんか面白いデータ、最大コンボ数188、まあまあまあ
ピンクゴールドピーチで一番1位になってますよと。はい、悪いジピンボールかな。ということで、オールクレドカ行きましょう。キンドガン、よろしくお願いします。もう、何が出てほしいとか今更ないですけどね。お、ひなぎくフラワーがレベル2になりました。うん、いいですね。こういうのは嬉しいですね。はい、では無料土管が追加になりましたね。シンガポール土管にということで、まあ確率 12% 激アツガチャだよと言っているので、ペイントルイージあたりが当たってくれて嬉しいですね。来い。あペイントルイージは持ってないんですよね。実はクラシックルイージは持っているので、うん、ペイントルイージの1枚目とか当たってくれたら最高。お願いします。はい、緑土管でせめてレア。あー、どんまい。はい、ではお待たせしました。本日のメインやっていきましょう。第2週目ですねのリーグ対象はこちらのカメックカップとなっております。下見していきましょう。まずはシンガポールスプラッシュということでね、今回のカメックカップも新登場のシンガポールスプラッシュが2コース、来ていると、普通のスプラッシュと、もう一つ RX というところになっておりますので、うん、環境厳しいコースが2つあるということはね、承知していただければというふうに思います。ではまず1コース目からいきましょう。ということでこちらのコースですね、環境を見ていきましょう。最適性のウルトラレアのキャラはですね5つ来てると、ウルトラのみというところですね。今回ガチャで登場しているルイージバケーションバージョンスペシャルスキルブーメランフラワーももちろん優秀ですが、今回このコースにペイントルイージ持ってるなペイントルイージ持ってるわ。面白いですよね。ラッキーセブンキャラが3つとコインボックスキャラが1つというところですから。ただですね、このパーティーポリーンがですね、もう僕も持ってるんですけど、ご覧の通りなんか最適性のコースがなかなか来ないんですよね。まあ、ちょっとニューヨークドリームに特化してるっていうところもあるんだと思うんですけど、なかなかここまで活躍の機会がないな、レベル5までいけるな、活躍の機会がないなと思っていたポリーンパーティーバージョンだったので、ここでようやく最適性が来たなというところなんですが、まあパッと見た感じですね、皆さんどう考えてもこの冬の最適性の流れからサンタデイジーの強化が皆さん多分行き届いてますよね。うん、コインボックスキャラとはいえポリーンパーティーバージョンはもう全然強化進んでない方多いと思うんですよ、持ってる方は多くてもね。ということでサンタデイジーを使う方が多くなるんじゃないのかなというのが個人的な予想です。個人的にもちょっとこんだけレベル差あるとラッキーセブンキャラを使わざるを得ないかなと現状は思っております。またちょっと考えますけどね。さあこちらが苦しい、マシンがないんですよね。 2,4,6,7 つ、ウルトラレアのみが最適性来てるというところですけども、いやーやっぱりね、先々週のうちにグレネコクラシカルとか引いといた方が良かったなとかね、これ見ると思うんですけども、有料コンテンツ10クライド来ておりますので、どうしてもって方はこちら獲得するのがいいかもしれません。今回のガチャでデカールストリームも最適性で来て、登場しておりますので、使うのもいいかなというところ。個人的には今準適性から探さないといけないので、せっかくなんでパタエレクトロを使っていこうかな、手に入れたばっかだし。うん、別にどれでも良さそうですね。さあ最後グライダーですね。グライダーもウルトラレアが6つ最適性で来ているというところでございます。今回有料コンテンツでお祭りウィング来てます。ガチャではこちらのブラックセイル来てます。個人的にはシルバーマンタとこちらの肉球バルーン持ってますので、肉球バルーンがレベル3まで一応強化できてるんで使っていきます。ということでまた準適性が入っちゃいましたね。マシンにおいて新登場、コースは結構厳しい。やっていくしかありません。いきましょう。はい、ではシンガポールスプラッシュ行きましょう。面白いですよね。第1週で最適性で来ていたのがシンガポールスプラッシュのエクストリームと、R だったのかというところで、このいわゆるベーシックのコースが第2週の方でね、来ているというところ、なかなか面白いパターンですけども、よいしょ、はいはいはい、どこを走るのが一番いいのかまた考えないといけません。うわ、嘘、あそこでまさかコンボ途切れるとは思わなかった。さあこのストレートですね、問題は多分1回ミニターボを出してから、コインゾーンに飛び込みましょうとか今言おうと思ったと思うんですけども、まあ、みんなバナナ背負ってる、みんなバナナをお尻に抱えて、さあ大変だ、全然コンボ出せない、大変大変、ピーバー来てよあー、なんでバナナ後ろ持ってんのに緑コーラ当たるんだよ。誰か当たれ。こういうとこにバナナ置いていきましょうね。
さあここね、このの下りがジャンプアクションついてますね。かつここでコインを取れるので、うん、でもそんなことやってるとコンボ途切れちゃうの逆に。さあこれはちょっと順位は狙えなさそうな感じですけどもね。ここで1回出しとけばなんとか持つかなというところですけども、もうそんなこと言っていたらあっという間に、おっと2位までいった。もたついてましたね上位勢が。はい、さすが都市系のコースの通常バージョンということで、まあ、やたら道幅は広くてあまりカーブが多くなくてミニターボが出しづらいっていうのはやっぱりどのコースも共通してますよね。もうロンドンから始まって、ニューヨークは結構コンボ出しやすいか、ロンドンから始まってまあちょっと言ってくとキリないですけどね、パリもそうですし、ロサンゼルスもそうですし、シドニーとかもそうでしたよね。やたらコース幅が広くて直線的でミニターボが出しづらい、ちょっと実力がね試されるところ。今回このコースもまあ同じような印象かなというところでございます。さあ個人的にはまあ下見の記録と比べると、まあ下見の時はちょっと多分環境を落として走ってたのもあるんですけども、その時と比べて4500点ほど更新することはできました。あー、また動画までにねちょっと今回は考えないといけないですね、環境を整えるかどうか。また楽しみにしていてください。はい、では2コース目いきましょう。サンセット荒野ということで、今回はこちらのコースがですね、まあ、エクストリーム系ではないけども、古くから来てるコースということで点数出しやすいと思われるところになります。環境的にも良かったですね。最適性まず結構数が来てます。ウルトラレアが2、4、6、8、10、そして、レアが一つ来てるよというところで、レアがこちらの青ヨッシーとなっております。個人的にも貫突ねさせているので青ヨッシー使わせてもらってもいいんですけども、パッと見させていただきますと、その他ウルトラレアのキャラどれがおすすめかなというところをお話ししないといけません。まずはこちらの忍者兵法、十分ありだと思います。ブーメランフラワーね、スペシャルスキル持ってます。あとはスイマーデイジーのトリプルバナナも個人的には嫌いじゃないですね。そしてはい、こちらクラシックルイージですねの、ラッキーセブン、もちろん言うまでもありません。そしてなんといってもカメックコインボックス、まあ、これはコインボックスキャラで行くしかないでしょうということでね、1コース目も2コース目もコインボックスキャラが最適性に来てるコースに一応なってるというところで、まあ、サンセット荒野はカメックでいきましょう。さあマシン行きましょう。マシンは残念ながら最適性ウルトラレアのみとなっております。全部で11台最適性来てます。はい、リーグショップで売ってたサバイバルバギーも最適性来ております。ぜひ獲得してみてください。個人的に一番環境はこちら、はい、黒キャサリンターボが整っております。スペシャルスキルがスリップストリーム系なのはやや気になりますが、やっぱりレベルが一番重要だと個人的には思ってるので、レベルが高いものを使っていきましょう。こちらのキングスノーファングもレベル5に上げてるんですけど、こちらもスリップストリーム系ということでね、スリップストリーム系のレベルは本当は上げたくないんですけども、なんかやむを得ない事情の時にガガガッと上げちゃってるんでしょうね。さて、グライダー行きましょう。グライダーも残念ながら最適性はウルトラレアのみ、全部で2、4、6、8とね、10個来てるというところになります。リーグショップで来てる骨クッパバンガサ、個人的にもレベルが7にできそうなので、これで走るのが一番いいかなと今回思ってます。そうでなければね、こちらのドリームグライダーなんかも個人的には強化が行き届いてるのでいいかなと思ってたんですけども、これは骨クッパバンガサになりそうですね。グライダーとして、まあ、マルチなんかも考えると、やっぱりあの赤コーラ系のね、グライダーを強化するのがおすすめだよって言われるところなので、まあ、その辺もね考慮している方はぜひ強化してみてください。ということで、このコースは全て最適性、オールレベル6、ポイント解放全部2段階という、なかなか揃ってる環境で走れそうです。下見いきましょう。はい、ではサンセット荒野いきましょう。このコースも結構フルコンボ出すには効率よくミニターボを出さないといけないコースで、個人的には苦手意識もあるんですけども、やった、フィーバーだ。せっかくカメック使ってるのにさあのボムヘイフィーバーってなんかちょっとなんかもったいない気はするけど、それだったらもう黒ヨッシーでよかったじゃんみたいなね感じがしますけども、よいしょ。あー、間に合わなかった。あそこもちょっとミニターボの出すタイミング考えないといけないですね。さあ行け。コインボックス来ないな。間に合うか。間に合う。
グライダーレベル6だとあそこミニターボ待ってくれる。よかった。ちょっとちょっと間に合った。惜しい。あれ今日はちょっとなんか攻撃され運がないというか、なんですかね、自分がバナナを手放した瞬間に食らったりとか、バナナ背負ってるのに緑コーラ食らったりとか、なかなか運のなさが目立ちますね。よいしょ。あ、ここちょっと途切れるな、ごめんなさい。彼邪魔ですね。よいしょ。よっとよっと。全然フィーバー絡んでこなかったけど、ここが間に合うっていうのはグライダーを強化した甲斐があるってもんですね。よいしょ。オッケー、1ゴール。まあ、もっと伸ばせそうですね。はい、下見の記録と比べるとめちゃめちゃ点数伸ばしてますけども、まあこれに関しては先ほども言ったように下見の時はややね、環境を落としてやっているので、よく、この点数、まあ3万点ぐらいはまでは目指せるんじゃないかなというところになりそうですね。コインボックスいっぱい来てほしいというところになると思います。まあ、このコースもコンボつなげるの結構個人的には難しそうなコースだなといつも思ってるのですけども、皆さんはいかがでしょうか。まあなんとか僕自身はグライダーのレベルの高さにも助けられて、まあまあつなぐことできたかなというところですけども、また精査していかないといけないなというふうに思ってます。はい、では3コース目、シンガポールスプラッシュ RX、 こちらもやっていきましょう。さて、このコースも新登場コースということで環境は厳しめが予想されます。まずはキャラですね。最適性はウルトラレアのみ、全部で 5人来てるというところですけども、どれ使うのがいいんですかね。なんか似たり寄ったりの環境ですね今回は。あ、サンシャインマリオがいいじゃないですか。ジャンボバナナ、ジャンボバナナ使えますよね、大好き。うん、ジャンボバナナが一番おすすめかな。ぜひ困ってる方はサンシャインマリオを有料コンテンツで手に入れてください。準適正から上がってくるものがあるかもしれませんけども、ちょっと確認しましょうか。はい、確認できましたよ。やっぱりこちらでしたね。バケーションルイージがレベル6になると、最適正になるよというのが判明しましたので、まあ、もちろんもうご存知の方の方が多いかもしれませんけども、まあ、こちら強化できている方、前半戦で強化しておいたよって方はですね、ここでも最適性で使っていただくのが一番いいですね。やっぱブーメランフラワーがこの最適性の環境の中では一番良さそうですね。さあ、個人的にはたまたまハロウィンピーチを持ってるので、こちらレベル3になっております。まあまあないより使っていきましょう。さあ、マシンですね。マシンも残念ながらウルトラレアのみの最適性となっておりまして、全部で8台最適性できてます。有料コンテンツでサンドレッド、まあ、これわざわざ獲得しなくてもいいかな。はい、ガチャで、こちらのブラックドーザーなどなど来ております。個人的にはこちらのレッドキャビンレベル2、うん、ありがたい、持ってるだけでもありがたい、使いましょう。さあ、グライダーも最適性はウルトラレアのみ、環境厳しいですね。全部で6台来ているという中で、今回ガチャでこちらのシップハンドルスペシャルスキルはサンダー、うん、こちらが最適性、ガチャで登場しております。個人的にはシルバースペシャルシューターでした。スペシャルシューター、これもなんか有料コンテンツだった気がするけどね。レベル3ポイント回復1段階で持っております。一応最適性を揃えることができまして、レベルはやや低めなので気になりますけども、やるしかない、頑張りましょう。はい、ではシンガポールスプラッシュ RX やっていきましょう。なんかな、なんで音声バグが出るんだろうな。コインフィーバー来てるな。ごめんなさいね、BGM がかかっていない。うん、すいません、申し訳ないです。盛り上がりに欠けて非常に申し訳ないんですけど、何なんですかねこれは。自分でもちょっと困ってるんですけど、最近ちょっと怒りやすくて、僕の動画をね、チェックしてくださってる方は分かるかなと思うんですけど、こいつ最近よくそのバグ来てるなっていうね感じなんですけども、よいしょ、あ、ちょここが1周目と2周目の境目か。あ、よかった、なんとかコンボつながって。はい、音がないと迫力ないな。よいしょ、よし、これ外側だけコインが3つですね。外走りましょう。さあ、ここはどっちでも良さそう。あー、途切れた、すいません、1個ミニターボ出し損ねた。あー、2回目のコインフィーバー、嘘だー。いきなり
もっとちゃんと環境整えて走ればよかった。たまにこの後悔の種類ありますけども。よいしょよいしょ、よし、アイテム使おう。よいしょよいしょ、これがいい点数かどうか個人的にはまだ分かりません。はい、音のない戦いを終えましてですねコインフィーバーが2回来たので、点数がそこそこ伸びましたけども、環境が厳しい中でこれは走り込みの時この点数超えれるのかな、すげえ自信ないんですけど、どうでしょうか。アクション数一応見ときますか。151、いいアクション数ですね。151はそんな気しません。それだけに点数の伸びの悪さっていうのはやっぱり、マシンのレベルの低さですかね。はい、ということで一応下見の記録は8000点超えることができました。今回は全、コースにおいて下見の記録を一発で超えることができましたが、下見を3コース全て終えた段階でのリーグ順位はいかがでしょうか。はい、ということで10位です。7万5000点ぐらいまでは気合い入れればいけるか。でもそれ以上は難しそうだな。今回もリーグ維持がいっぱいいっぱいかな。ちょっと弱気なスタートで大変。皆さんを、見ている皆さんを慣れさせてもしょうがないですけど、やっぱ現実っていうのもありますよね。すいません、いらん人を、長押ししてしまいましたけども。ということでね、下見の段階で10位どこまで伸ばせるか、またね走り込み頑張りたいと思います。ということでね、今回は、シンガポールツアー後半戦カメックカップの下見動画出させていただきましたけども、内容いかがだったでしょうか。また改めて1コースずつの走り込み攻略動画出させていただきますので、ぜひ楽しみにしていてください。今日の動画の内容良かったよって方はですね、高評価チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。では今日はここまでにしたいと思います。失礼します。